僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組よみたんラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りします。おはようございます。2016年10月20日木曜日、時計の針は9時を回りました。今日もここ読谷村高志穂にあります体験王国紫村サテライトスタジオから1時間の生放送でお送りいたします。観光情報番組読谷ラジオ、今日のナビゲーターはかなえでお送りします。かなえ一人です、昨日の石川達也さんに続いて今日から私も一人で放送いたします、赤嶺かなえ、沖縄県うるま市出身の読谷の大好きな女の子です皆さん、ご支援応援ほどよろしくお願いします。大先輩ナビゲーター正也さんとあやみさんにから教えていただいたことを交えながら、読谷の良さ、読谷の声などを届けていただける、届けていけるように精進いたします。ラジオ初心者の赤嶺かなえ、ツッコミを入れたくなることも多いかと思いますがね、温かい皆様の5000円、お待ちしてますので、ぜひ、1時間お付き合いいただけたらなと思います。今日のナビゲーターかなえです、よろしくお願いします。さて、始まりました観光情報番組読谷ラジオ、今日の朝の沖縄タイムズさんの記事でレンタカーにまつわる、記事が載っていました。海外から、沖縄に観光に来たレンタカーをご利用のお客様と、沖縄県民の方が事故してしまった時に、事故の処理がちゃんとできないという、記事が載っていました。この事故した相手側、この海外の観光客の方が、海外に帰ってもちゃんとこういう自己処理ができるように、していきますという記事だったんですけれども、私もですね、一度、お恥ずかしながら、免許取り立ての時に海外の方と、事故した時がありました。相手はアメリカ人だったんですけど、英語も全然自分は分からなくて、すごい不安な思いをしましたね。その後自己処理も、大変だったし、あの時はやっぱその場にやっぱその事故した相手側の人がいたから良かったものの、やっぱりこの事故した後に観光客の方が、自分の国に帰ってしまった時に不安だし、もう、人身事故だって起きてしまったらすごい大変ですので、皆さん、運転する時やレンタカーを利用する際、
よそ見運転とかなさらないように。沖縄に旅行に来て事故をしたら本当に嫌な思い出が残ってしまいますからね、楽しい沖縄の旅行にしてもらいたいなと思いますので、みんな今運転している方もそうではない方も安全に気をつけていただけたらなと思います。これが1時間観光情報番組読谷ラジオ、よろしくお願いします。今日のナビゲーターはかなえです。それではここで今日のドライビングナンバーをお届けします。今日のドライビングナンバーは県出身アーティスト HY さんでホワイトビーチ。
お聴きいただいた曲は県出身アーティスト HY でホワイトビーチでした。それではここで今日の天気をお伝えいたします。沖縄本島地方では21日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨、沿岸の海域ではうねりを伴った高波に注意してください。沖縄地方は湿った空気の影響で曇っています。にわか雨のところがありますね。沖縄地方は20日は今日ですね、高温が予想されるため熱中症などの健康管理に注意してください。東の風のち南東の風曇り時々雨、ところにより雷を伴います。波4メートルのち3メートル、うねりを伴います。波が少し高いかな。降水確率が、お昼の12時までが 60%、 12時以降が 40%、 夜にまた 60% で上がりますね。読谷さんもこれ曇ってますので、時々ね雨になるかと思いますので、傘の準備皆さんよろしくお願いします。今日の日中の最高気温は30度です。曇ってはいますが、今日も暑い一日になりそうですので、皆さん楽しい沖縄を過ごせるように皆さん準備して楽しんでくださいね。以上、今日のお天気の情報でした。はい、観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時13分を回りました。ここで今日の沖縄知っとこクイズ、じゃじゃーん。今日も沖縄の知っとこクイズ3択の問題を考えてきましたよ。おとといの放送を聞いていた方には簡単な問題かと思うんですが、出題いたします。ででん、一壁とはどういう意味ですか。沖縄方言で一壁とはどういう意味でしょうかという問題です。1、イケメン、2、勇気がある、3、ウミンチュ。さあ、この3つからですねお選びください。沖縄方言で一壁とはどういう意味ですか。1、イケメン、2、勇気がある、3、ウミンチュのこの3つですね。一壁待機っていうこの偉人が読谷村いますけれども、それがヒントになってますね。皆さんぜひ考えてみてください。答えが分かった方はすべて小文字で FM786 fmyomitansu.co.jp までメールをお送りください。お待ちしております。一旦 CM を挟みまして、観光情報番組読谷ラジオ続きます。
読みたん、なんでも調査団。まして次のコーナーは読みたん何でも調査団です、どこにでもあるでもそこにしかない読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読みたん何でも調査団、はい始めていきたいと思います。今日はですね、今週末日曜日、10月23日の日曜日に第7回ザキミグスク通り、ザキミグスク通りふれあい祭りがあります。12時から8時、夜の8時までの時間で、読谷村のザキミにありますザキミグスクっていう世界遺産があるんですけれども、そこの下の通り石畳の沖縄の昔のね雰囲気の漂うこのザキミ通りっていうところがありまして、そこでお祭りがあります。屋台が並んだりですね、ステージ、このザキミコミュニティセンターのところでステージを組んで、そちらでもパフォーマンスがあるということで、すごいワクワクしたイベントになっておる、なっておるってなっているんですが、そのふれあい祭りで出展を予定しておりますカフェプルメリアという、ハワイアンなお店のご紹介を今日していきたいなと思いますので、お声の方を届けていきたいと思います。お聞きください。カフェプルメディア、佐竹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐竹さん、ここでしかなんか食べれない美味しい美味しいものがあるということで、私今目の前に出されてるんですけど、これどういう商品ですか？これはピタヤスパークリングといいまして、要はドラゴンフルーツですね、はい、ピタヤというのはドラゴンフルーツのハワイ語です。あ、なるほどね、はい、ドラゴンフルーツをハワイではピタヤと、はい、でスパークリング、うん、そうですね、炭酸ジュース、炭酸ドリンクなのでスパークリングという名前をつけてですね、やってます。でこの、ドラゴンフルーツの果実をですね凍らせて、それをそのまま氷の代わりにジュースの中に突っ込んで、それすることによって、炭酸テイストの、ドラゴンフルーツジュースを楽しめるという形ですね。ですからこのドラゴンフルーツの氷が溶ければ溶けるほど、なるほどね、味がどんどん出てくるという形ですね。これ値段はちなみに、はい、こちらは、生の果実を使ってますので、450円になってます。450円、まあ思ったより安い値段だなと思うんですけど、ね、はい、結構身がたくさん入ってるので、ね、お得感はあると思います。これ一杯に健康が詰まってそうな感じ。これですね、はい、ドラゴンフルーツっていうのはすごくてですね、女性のため の果実って言われてるぐらい。何それ。はい、美容と美容 のビタミンがふんだんに入ってます。じゃあ私もこれを食べることで、はい、お肌ツルツルに、あらどうしよう。そうですね、ツルツルどころか調整作用もありまして。あ、そうなの。 あと体もですね、本当に体調良くなります。はい、もう肌以外で本当です。食べていいですか？食べていいです。これ食べ方は、これはもう楽し普通にこう飲んでもらって、うん、でスプーンつけてますので、はい、あります、果実もこう一緒に食べて、蓋をちょっと開けて食べてもらって。ちょっとじゃあまず、はい、なんすか、こうドリンク飲んでみたいと思います、はい、いただきます。大丈夫これがもっと溶ければ溶けるほど、でもなんか味が出てきます。ドラゴンフルーツ、うん、ドラゴンフルーツっていうなんか強いイメージがあったんですけど、うん、見た目は一応でも紫色で綺麗なんですけど、うん、そんなにあるんですね。なんか独特な感じではなくて飲みやすい。そう、飲みやすいです。はい、美味しい。これですから果実ですとなかなか食べる機会がないというか、結構避けられてるこのフルーツなんですけど、加工を、おいしい、加工をすることによってすごいおいしく食べられるので。おいしいね、はい、じゃあ今ちょっと蓋当てて、はい、ドラゴンフルーツ食べてみていいですか？すいません、ありがとうございます。今蓋当てましょうね、私。
はい、今蓋が開きました。でででででで、あ、ごめんなさい。あ、本当だ、ドラゴンフルーツを氷、そうです、氷というか凍らせて、凍らせて、え、すごい、食べてみていいですか。はい、どうぞ。がっつり、これあれですね、塊、すごい、そう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 、え、氷、いただきます。食べていいですか。食べましょうね。うん、うん、うん、シャーベットみたい。そう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 、もうあのドリンクの中につけても結構シャーベットっぽくなってます、ね、さっちゃん、うん、あれやばい、体の中がもう来た、うん、ビフィズス菌がいっぱい。これ本当にね、冗談抜きで、試作、なんていうんですか、この商品開発してる間ずっと食べ飲み続けてたんですけど、あ、なるほど、 なんか本当に体調良くなってるような気がしたから、本当に調べるほど、うん、本当に体にいいっていうのが、へー、はい、これ美味しい、もう一個食べます。うん、うん、あとこの色がいいですよね、トロピカルな感じで、うん、そう、美味しい、うん。ほんと今シーズン、そう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 、超いい、うん、しかも、え、炭酸飲料、そうですそうです、と一緒にドロ合うんですね、これ、いただきます。あ、超美味しい、これ絶対おすすめですね。なんか疲れも飛びそうな感じで、これほんと飛びますよ、おすすめ、さとりさん、このピタヤスパークリング以外にも、はい、こういう、まあ、あのフルーツを使ってのドリンクもあるんですか。あります、リリコイスパークリングと言いまして、はい、リリコイとはのハワイ語で、うん、パッションフルーツという意味ですね。パッションフルーツなんだ、はい、これもまたすっごい美味しくてですね、はいはい、これも大人気ですね。もうこれはね、絶対ここでしか食べれない商品なので、そうですね、あのドラゴンフルーツ自体なかなか県外では流通しにくいフルーツなので、うん、そうなんだ、ですから県外の方とかがですね、うん、結構立ち寄って注文されたりしました。これ美味しい、ごめんね、サタテさん喋ってる、俺ずっと食べて飲んで。すいません、ちょっと上の空、ごめんなさい。いや、これそれぐらいハマる、本当嬉しいですね、商品なので、うん、あなたぜひこう食べてみて、本当に美容に良さそう。心も体も大満足、うん、ピタヤスパークリング、そして、リリコイ、これはパッションフルーツドリンクのことでございます、はい、気軽にカフェブルメディアでお楽しみいただけますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。ありがとうございます。はい、ということでお声を届けさせていただきました。カフェプルメリアですね、バナナの木がそびえる店内には海の家のビーチバーをイメージしていますということで、ハワイアンな雰囲気のお店で、この先ほど紹介しましたスパークリングの飲み物の他にもいろいろな料理をご用意しているということで、写真で雰囲気見ただけでもすごくおしゃれで、いつもの雰囲気とは違うご飯や美味しいものが食べれると思いますので、皆さんぜひ立ち寄ってみてください。そのカフェプルメリアの場所なんですけれども、読谷村のそべの6号線沿いにあります、詳しくはサイトの方を見てもらいたいんですけれども、残波岬より車で約10分の場所にあります、電話番号は 098-923-5963 098-923-5963 になっておりますので、皆さんぜひ遊びに行ってみてください。で、そのプルメリアさんなんですけど、今週日曜日のこのふれあい祭りでなんと出店をします。私もすごく楽しみにしているんですが、カフェプルメリアさん、このふれあい祭りではシェイブアイスというものを提供するということで、自分すごく楽しみにしております。シェイブアイスはかき氷よりもちょっとおしゃれな感じのデザートということで、味を3種類出すそうです。ストロベリー味とハワイアンブルーとマンゴーの3種類を出すということだったので、私も絶対に行こうと思ってます。皆様、今週の日曜日は、
第7回残波岬ふれあい祭りに行きながらプルミリアさんの方も覗いていっていただけたらなと思います。はい、それでは、今日の何でも調査団のコーナーでした。今曲流れていますね。今日の流れている曲は読谷アーティスト千葉な辰巳さんで新しい世界です。 CM までお聴きください。みんなつながってる海の底も森の奥も携帯電話わけない。やんばるクイナリ三人ウミガメ携帯電話は持ってない。気象家の森オーマイマイ長屋に会いたい ようこそ待ってたよ。ホテル日光アリビラインフォメーション。
テル日光アリビラインフォメーション、太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたします。ということで、時刻は9時32分を回りました。観光情報番組読谷ラジオ、紫村サテライトより生放送でお送りしています。今日もゲストの方いらしてますお声をいただきましょう。どうぞお願いします。はい、おはようございます。ホテル日光アリビラの広報担当しております谷次と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。谷次さん、おはようございます一週間ぶりですね、今日はあやみさんもいないの寂しいちょっともう本当になんかここ側に人がいないの寂しいので、谷次さんが来てくれてすごく心がワクワクしてますよろしくお願いします。あのこの前の1週間前の放送で、どこだ、このアリビラの、パティオ、パティオいいですよって、あやみさんに教えてもらって行きました。すぐ2日後ぐらい行って見てきました。やっぱ自分はもともとハロウィンが大好きなので、なんかこのイルミネーション、クリスマスのイルミネーションされているホテルとかは何度かいろんなとこ行ったことあったんですけど、ハワイは、ハワイじゃない失礼しました。ハロウィンは初めてですごく綺麗で、なんかいいなってなりました。もうすごい綺麗な、ホテル日光アリビラさんなんですけど、なんかガチガチですね私まあ、アリビラはね、はい、あんまりこう、カラフルではなく、アリビラの雰囲気に合った、装飾を、してまして、パティオは、イルミネーションも、オレンジっぽい暖かい色になってるんですけども、ハロウィンも、テラコッタのジャックオーランタンを、大小並べてまして、ちょっとね、あったかい雰囲気のものにしたいなと思って、なんかこの飾られてるものがなんか結構なんでしょうね、なんかなんだろう、ハロウィンのなんかゴテゴテしい感じじゃなくて、なんですか、このヨーロッパ感じゃないけど、このなんだろう、そのアリビラの世界に連れていくような、なんかそんなデザインになっていて、すごい自分も温かみのあるなんかハロウィンというか、な感じがしました。あとでこのジャコランタも可愛いですけど、ちょこちょこいるこの何、幽霊、白い幽霊が可愛くてあなたここにもいたのって見つけてくれましたあ可愛い可愛いって言って大はしゃぎしてそうそう、ちょっとね隠れキャラが ね、いるんですよね。本当にもう一個一個可愛くてもう皆さんぜひ見に行ってください。ハロウィンだってあと10日ぐらいで終わっちゃいますからね、今しか見れないこのアリビラの雰囲気をね見てもらいたいなと思いますね今はこのね、今年ね、新しくちょっとやっぱり猫ちゃん入れようかなと思って、お見つけました。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん見てない、見て、どこにいたんですかあのパティオにね、スティックみたいなもので猫ちゃん、でもあ 猫がいたって覚えてないの、まあ、もう一回行かないともう一回行かないと隠れて、猫ちゃんがいるんですね。猫ちゃんいるんですよ。はあ、白い幽霊に気を取られていたでも本当にどこ見ても可愛らしくて、私はこのパティオから降りてって、このプールサイドのところも歩いたんですけど、あそこのね、写真スポットみたいなところもすごい綺麗にライトアップされてて、ああなんかすごいいい思い出になったのでもうぜひ皆さん行ってもらいたいなと思いますね。なんかやっぱ私はちょっとね、まだイルミネーションしか楽しめてないですけど、一緒にお食事ね行きながらとかでも全然楽しめると思うので、はい、ぜひ皆さん行ってみてください、はい、ハロウィンのね、特別なメニューも、各レストランで用意してますので、はい、一緒にハロウィン気分を満喫していただければなと思いますね、はい、はい、なんかたくさんの、ね、レストランがありますから、ぜひね、なんか自分たちが、ね、食べたいジャンルっていいですかねお店を選んで、そこでしか味わえないハロウィンの楽しみ方を皆さんぜひ楽しんでみてください。でもハロウィンの情報もあるんですけど、はい、他にも、ね、皆さんにお知らせしたいものがあるということで、はい、ですね、来月の
はい、11月の20日に、はいはい、ストライダーエンジョイカップ2016 JAL 沖縄ステージ開催するんですけれども、はいはい、まだまだ県内の方もね、お子様ご挑戦知っていただきたいなと思いまして、申し込みが10月の、30日までとなってますので、うんうんうん、ぜひ、はい、チェックしてください。なんかこういうイベントがないと何でしょうかね、私イメージ的にはなんかできないのかなって思うんですけど、うん、なんかこういうなんかスライダーストライダー、うん、やっぱ自分はやったことないです、うん、なのでなんかこのこういうイベントとかね、いつもとは違う遊び場っていうか、はい、ここで遊んでたらね、子どもたちもすごい楽しいかなと思うんですけど、はい、会場はアリビラになるんですか？はい、アリビラ の特設会場で芝生のところになるんですけど、はい、2歳から、6歳未就学児の方限定 の、うんうん、ストライダーなんですけれども、自転車のペダルと、うんうん、ブレーキがない、乗り物で、足で漕いで進むで、はい、障害物をこうクリアしながら、うんうんうん、はい、のレースになるんですけども、うん、これって大会みたいな感じなんですか？そうですね、体験だけではなくてもう大会、うん、大会、競争ですね、競争、うん、これは初めてこのスライダーやる子でも大丈夫なんですか？そうですね、大丈夫だと思いますよ。なんか私はこのアリビラさん このスライダー ね、この大会があるっていうのを聞いて初めてなんか知りました。この小さいこの乗り物 この遊びがあるの知らなかったので、なんかやっぱ初めての、ね、家族とかお子さんも多いと思うので、この機会にぜひ参加してみていただけたらなと思います。いいですね、なんか子供の遊び。そうですね、沖縄ってあんまり自転車乗らないんですかね。そうですね、なんかもう峠校は基本車だったりするので自転車で峠校してる子いないと思いますよ、中学校高校は全然、うん、自転車に、乗れない子、そのペダルなしで乗れない子でも、うん、ストライダーやるとすぐに乗れるようになるらしいです。そうなんだ、うん、なんかコツと なんか体の感覚を覚えてくるんですかね、うん、バランスを覚えるんだと思うんですけど、子どもの、ね、成長もすごくよく見れる大会じゃないかなと思います。なんかこれってあれですか、なんか倒れやすいとかではなくても、このストライダー、うん、なんか自転車ってバランス取らないと乗れないじゃないですか、ま、でも両足がつけるので、両足で漕いで、で足で止まるっていう。あ、だったらね、この6歳未満、6歳未満、肩って言うじゃん、うん、の子供たちもね、簡単に遊べるのかなって思います。これはレースはあれなんですかね、このレーンを走るみたいな感じですか？そうですね、赤いコーンかな、コーンでこうレースを作って、はいはいはい、でちょっと障害物とか置いて、うんうんうん、まあ、その上をね行ったりとか、く感じ、あいいな。なんかやっぱりこういう子どもたちが楽しめるイベント、ね、このなんか寒くなってくると少なくなってくる、なんか夏休みだったら、ね、この海で遊びに行ったりだと なんかマリンスポーツとかがありますけど、やっぱこの肌寒くなっていったらこういう外で遊ぶ機会って減ってくると思うので、ぜひなんかこの機会に参加してみたらいかがかなと思います。10月30日までの申し込みになってますので、はい、あと10日ですので、今すぐもう家族で予定合わせてお電話いただけたらなと思います。これはアリビラさんにお電話でいいんですか？ですね、ストライダーエンジョイカップの、お問い合わせ先なんですけれども、はい、こちらは事務局、大会事務局の方になってまして、電話番号が036435-4374ですね。朝10時から17時まで、月曜日から金曜日までとなってます、はい、はい、で応募の方は、電話ですと、JTB スポーツステーションというところで、こちらは、電話番号、06-6267-5163ですね、ウェブからでも申し込みできますので、アリビラのホームページから、はい、
ご覧いただければと思います。はい、なんかこのインターネットでちゃんと詳しい、ね、情報を見ながら、うん、で皆さんで話し合って、ね、予定組んだり、うん、していただけたらなと思います。多分写真付きの方が、ね、多分分かりやすいと思うので、そうですね、イメージにしやすいと、皆さんインターネットの方を見てみてください、うん、よろしくお願いします。なんかワクワクしますねなんかこういうイベントがたくさんあるとすごい楽しいと思います。そうですね、この大会自体って何時から何時でされるんですか。こちらね、朝8時40分だったかな、うん、あ、なんか朝から夕方までみたいな。そうですね、年齢によって、2歳の部、3歳の部ってあるんですけども、あ、そうなんですね、うん、ちょっとね、時間帯が変わってくると思うので、そちらも、一度、はい、確認していただければ。なんかアリビラさんのところに遊びに行った後になんか、ね、ランチを食べに行ったりだとか、なんかいろいろな遊び方があると思いますので、皆さんぜひ計画して楽しんでみてください。はい、はい、あとはですね、クリスマスケーキ の、はい、予約スタートしてまして、あ、楽しみ、ケーキケーキ、ぜひこちらも検討していただきたいと思うんですけれども、うんうん、今年も5種類ありまして、うんうん、各個数限定で、うんうん、販売しますので、はいはい、毎年売り切れちゃうんですよね。そうなんですよ、早めに予約しなきゃ、はい、そうですよね、やっぱ写真見てるだけでもよだれがねもうたまらないぐらい美味しそう、はい、なんかね、白いイメージがあるかもしれないんですけども、うんうん、今年新作でチョコレートのケーキ、うんうん、販売するので、はい、これもねすっごい美味しいんです。私チョコケーキが一番好きですチョコいいですよね、うん、やっぱアリビラさんのこのオリジナルケーキをぜひね、新発売ということなので、わー楽しみだな。これって社員っていうか、この谷次さんたちはなんか試食で食べれたりするんですか。はい、もう だいぶ、うん、食べました前に食べたんですけど、どうでした。いや、チョコね美味しかったですよ。美味しかったですか。ちょっとね大人向けかもしれないんですけど、濃厚なね、ああ、ケーキなので。そうなんですね、はい、やっぱこのクリスマス大人も楽しみたいですから、ぜひぜひこのね、アレビラさんのケーキ食べてみましょう。皆さん、私も食べたいですはい、ということで お声いただいてきました。ホテル日光アリビラインフォメーションのコーナーですが、そろそろお別れのお時間です。谷次さん、今日最後までありがとうございます、はい、すいません、緊張しまくりでもうでもね、皆さんぜひアリビラ素敵な場所ですので、ハロウィンもねあと10日ちょっとで終わってしまうので、ぜひ皆さん行ってみていただけたらなと思います、はい、今日のゲスト谷次さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。連想レンタカー、ラジオドライブマップ、ご案内します。
観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時47分を回りました。このコーナーでは沖縄県レンタカー協会三女会の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、メゾーレンタカーラジオドライブマップ。レンタカーご利用の皆様へ、沖縄ドライブマップ利用特典で読谷村特産品プレゼントのお知らせです。レンタカーご利用の皆様に嬉しい情報、レンタカーを借りる際に手渡されるドライブマップに読谷村特産品プレゼント情報が掲載されているのをご存知でしょうか。毎月10名様に抽選でなんと500円分の読谷村特産品が当たります。応募方法は沖縄ドライブマップ22ページに掲載されてます。FM 読谷のスタッフも載ってます。こちらのページを見てみてくださいね。記載されているメールアドレスから応募するだけでいいんです。住所と連絡先、観光情報番組読谷ラジオ宛てと懸命に入れて、メールを送ってください。できればこの旅行に行った場所の情報だったり、楽しかった思い出も、一緒にお送りいただけたらなと思います。毎月10名様ですね。もう10月もあと10日になってますので、ぜひぜひ皆様どしどしと、応募していただけたらなと思います。以上、そうです、メールアドレスご紹介します。すべて小文字で FM 数字で786 @fmyomitan.co.jp です。皆様のメールお待ちしています。ということで、時計の針は9時49分回りました。観光情報番組読谷ラジオ、はい、パタパタでしたがラストまで来ましたね。あー、緊張した。それではですね、今日のクイズの答え言っちゃいましょうかね。今日の沖縄知っとこクイズを番組の前半で皆さんに出題しました。一壁、沖縄方言で一壁とはどういう意味でしょうかという問題を出しました。皆さん分かりましたか？分かったかな？簡単すぎたかなとは思うんでしたんですけど、クイズの答えは2の勇気があるのが答えです。皆さんも分かりましたか？一壁待機っていうのは、おとといとご紹介したんですけど、読谷の一壁待機が一壁、そうですね、この五往復もあの時難しいとされていた中国までのこの航海を五往復もしたということで、あの時ね、本当難しかったです。もう行っても中国に着いても帰ってくるのが難しい、なのに5往復もしたんですよ。そんな一壁、そんな大気のことを民は一壁の大気、勇気がある男だと称えたわけですね。そんな大気は、商売の神様として、言われています。今月の末ですね、10月29、30にあります読谷祭りのこの30日のフィナーレで、新興船が登場しますが、それにも大気来ますよ。読谷村に年に1回大気が帰ってきますので、皆様遊びに行っていただけたらなと思います。こういう読谷の歴史、まあ、私はもともとね、沖縄の歴史とかグスク巡りだとかもともと大好きだったので、もともと調べてたんですけど、この FM 読谷に勤めるようになって、もっと読谷のことを調べるようになってから、新しい発見だったり、新しい場所に行ったり、いろんなことしてて、やっぱこの一壁待機とかだったり、このザキミ城址を作った五三丸だったり、私五三丸と血がつながってるんですよ。ご先祖様は五三丸って言われてて、だからやっぱこういう昔の人、500年前の人たちが今の時代につながってるってすごいことだと思ってて、やっぱ本当にいた人が作ったところに行くって、ザキミ城址だったり、そういうのすっごく、なんだろうな、生命の神秘すっごい奇跡だと思うので、なんかやっぱ作ったものではなく、もともとずっと沖縄にあったものですから、皆さん観光に来てる方はもちろん、これから観光に来る方もぜひ
足を運んでみていただけたらなと思います。観光情報番組読谷ラジオ、最後までお付き合い誠にありがとうございました。うるま市出身赤嶺かなえ、これからも読谷ラジオを頑張っていきますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りしました。皆さん、また会いましょう。じゃあね。